戦国嵐の時代、でかい心で生きようぜ。風吹きまくれ吹き荒れろ、みじんまくれた火炎の術だ。悪い奴らをやっつけろ。藤丸、藤丸、風の藤丸少年。波乱の時代、でかい力でやり抜くぜ。風吹きまくれ吹き荒れろ、この花くれた分け身の術だ。悪い奴らをやってみろ。藤丸、藤丸、風の藤丸少年に。風魔十宝祭のために母親を捕らえられた藤丸は、巻物を持って十宝祭の松野明ヶ原に急いでいた。しかしその途中、偽の風魔十宝祭が立ち現れ、村の女を藤丸の母親だと言いくるめて、藤丸から巻物を奪い去った。実は徳川忍者神谷武蔵であり、見事顔取りの術を使って藤丸を騙したのであった。このことを知った藤丸は怒りに燃えて武蔵を追いかけ、激しく武蔵に戦いを挑んだ。ついに武蔵から巻物を奪い返した藤丸は、宿敵風魔十宝祭の松野明ヶ原に急いだ。そして藤丸がそこに見たのは、あ、藤丸、母上。母上、藤丸、母上。どうじゃ、貴様の返事一つで親子の感激の対面ができるのだ。それとも目の前で己の母親が串刺しになるのを見たいのか。どうだ藤丸、母上。乗るな、その前に巻物を渡せ。どうなんだ渡すのか、それとも。よし、巻物は渡そう。それ、おう、あ、何事だ。そう、謙信じゃ。また会ったの。はっ、謙信。謙信先生、この巻物はわしが預かろう。何、さらばじゃ。えい、おう、は十宝祭見たか、縄立ちの術じゃ。はっ、はあ、十宝祭三日後に木曽駒ヶ岳の山頂へ参れ。巻物はそこで渡そうぞ。うわ、くそ、謙信め。その時藤丸の母と引き換えに遊園の書を渡そうぞ。謙信先生、なんと恐ろしいやつじゃ。うん、三日後に木曽駒ヶ岳の頂上か。謙信先生はなぜ巻物を持って行かれたんだろう。よし、どんなことがあってもわしは必ず巻物を取り返してみせるぞ。藤丸、勝負はすべて駒ヶ岳でつけよう。それまでは貴様の母親を預かっておくぞ。貴様、どこまで母上を苦しめるのだ。謙信めが余計なちょっかいを出すからだ。恨むなら総謙信を恨め。母上、藤丸、あ、母上。ウェンタ、そ
そいつを山菜に運び返せ。へい。藤丸、藤丸。はい。待て、藤丸。これ以上一歩でも前に出たらお前の母の命はないぞ。藤丸。はい。藤丸。はい。藤丸。はい。藤丸。謙信先生はあそこで巻物を奪ってしまったんだろうか。あのままだったとしたら母上と今頃。いや、いけない。私は自分のことしか考えていない。ダメだ、ダメだ、ダメだ。そうだ、分かったぞ。謙信先生はやはり龍炎の書を悪人の手に渡したくないのだ。この三日の間に母上も救い、巻物も渡せないで済む方法を考えるということなのだ。ダメだ、いい方法が思い浮かばない。くそ！集まれば。バカだった、何でも一人で解決しようなんて。みんなに相談してみよう。どうかいい考えがあったら教えてください。お願いします。うん、難しい問題だ。難しすぎるわ。だって藤丸様のお母様がご無事で、しかも巻物を取られないようにするなんて。うん、だからみんなの知恵を借りたいんだ。藤丸殿。はい。役に立つかどうかは分からぬが、最近珍しい書物を手に入れたのじゃがの。これは西洋の絵力に関する書物ですな。藤丸、何かいい方法を思いついたのか。うん、謙信先生、確か木曽の駒ヶ岳は雷の多い場所ではありませんか。さよ、ちょうど二つの気流がぶつかり合う場所じゃ。始終あそこには雷がとどろいておるわ。先生、サスケ、わかりました。わかったのです。雷を利用するんです。雷を。うん、ちょっとした仕掛けがいるが。先生、私は駒ヶ岳へ行き、仕掛けをしてまいります。よし、そうしなさい。一刻も早い方がよいぞ。はい。藤丸様、いよいよ明日は。うん、十方斎との対決の日だ。藤丸様。ミカは藤丸様にもしものことがあったら。心配しなくてもいい。もうすっかり準備は整ったのだから。雷を利用するってどんなことなの。雷は高い2本の飛来心の真ん中に落ちる性質がある。その性質を利用するんだ。ミカにはなんだかよくわからないけど。大丈夫、今度こそ自信があるんだ。そんならいいけど。
でも、どうしたの、ミカさん。藤丸様はお母様を救い出したらミカのこと忘れてしまうわね。そんなことないよ、ミカさん。そう、私、藤丸様とお母様とがどこか遠くに行ってしまうのじゃないかと思っていたの。ミカさん、龍炎の書を焼いて母上を救い出したら、今度こそみんなで平和な生活が送れるんだよ。そうね。みんなで一緒にだよ。そのためには明日すべてがうまくいかないと。大丈夫、きっとうまくいくわ。うん、きっとうまくやってみせる。ここは木曽駒ヶ岳の山の中である。読み取った雷髪の術を無駄にするではないぞ。藤丸、落ち着け。必ず勝負は我々が勝つのだ。それまでは手出しをしてはお春殿が危ない。持ってきたか。うん、引き換えに藤丸の母を渡してもらおう。たけ、巻物をこっちへもらってからだ。さあ出せ巻物を。慌てるな十宝斎。何、巻物はそれあそこじゃ。え、あの山頂の二本柱の真ん中にある社の下に埋めてある。な、何、あの社の下に。偽りではないだろうな。この総剣心、お前のように人は騙さぬ。何、まだ疑っていると見えるな。ではお主が巻物を手に入れてから藤丸の母をこちらに渡してもらうことにしよう。どうじゃ十宝斎。よし、引いたらほげんた。合図をするまでそいつを絶対に渡してはならんぞ。へい、分かっておりやす。約束を破ると藤丸の母親の命はないぞ。いいな剣心。ええ、くどい人じゃ。さあ早く巻物を取りに行け。よし。くそ、わ
私はどんなことをしてもあの巻物を手に入れるぞ。防災をこのまましばらくとどめておかねば。天下はこの風魔十宝斎が取るぞ。十宝斎誰だ、出てこい。ほう、藤丸。十宝斎、よく確かめろ。何？もしその巻物が偽物であったらどうする。何、偽物？それを確かめろというのだ。ああ、そうだったな。確かに本物じゃ。龍炎の書だ。本物の龍炎の書がとうとうわしの手に入ったの。謙信先生がいない。大切にして幸せに暮らせよ。あ、あなたは十貫童子。藤丸、美香、佐助美太郎、総謙信、すなわちこのわし、十貫童子じゃ。そうだったのか。謙信先生は十貫童子だったのか。藤丸。はい。十宝斎を倒した術こそ十貫流雷発の術じゃ。十貫流雷発の術。うん、よくぞ読み取ったぞ。これも皆先生のおかげです。ありがとうございました。藤丸、龍炎の書はお前の目覚ましい働きによって十宝斎と共に燃え失せた。もはや罪なき人々を滅ぼす悪い兵器を製造する巻物はこの世にはない。中国からはるばる巻物を求めてこの日本へ渡ってきたわしの使命ももう終わった。藤丸、美香、太郎、それにお春殿に佐助殿、さらばじゃ。先生、わしは中国へ帰る。
みんな仲良く暮らせよ。はい。さよなら。さよなら。